い、じゃあ86チェック走行一発目です。よっよっ、
パワーステ欲しくなるのか分かるな。ハンドル重いね。ハンドルが重かった。下の方があれやね、ブルルルって言って、チェック走行とりあえず、はい、行ってきました。はい、あのね、やっぱりね、グリップになるとね、力入っちゃうねまあね、あんまり本当にね、グリップしたことないコースなんで、うん、小泉幸太郎先生のね、オンボード、はい、あれをね、まあまあね、しっかり見てきたんですよ。で、いきなり走ってみるとどうしてもね、幸太郎先生よりブレーキ多くなっちゃうね。あれ、こんなところでブレーキかけるのってどうなんっていうところで自分的にかけてるんだけど、幸太郎先生の見比べるともっと手前で踏んでるね、うん、だからコーナリングしてる時に曲がりきれないとか、なんか姿勢が乱れたりとか、うん、なっちゃってるのかなって、ちょっとね、反省中でございます。はい、やっぱりね、ね、サーキットで一番速く走るっていうことを考えると、どうしてもね、ミスは全くゼロにしないと無理じゃないですか、うん、でそれをまあ幸太郎先生のまず走りとまず似せていって、で自分の今ダメなところをまあ改善していくっていう流れで今頑張ろうかなっていうふうにイメージしてます。でまあタイム的に言うとね、車の状況が良くなったのに6秒2とかしか出てないんですよ。なのでまあ次ね、いろいろと点検してもらって、まあもう一回乗ると思うんで、その時にもう少しね、ミスを減らすっていう感じで乗りたいと思います。はい、まあね、本当に幸太郎先生がまあ今回ね、車を良くしてくれたん でまた今回も乗ってもらって、ね、まあ、基本タイム出してもらって、それにね、コピーできるような、うん、状態で今日はフィニッシュを迎えたいと思いますね。はい、とりあえず今のところ、はい、コンディションは問題ない、いい車だと思います。はい、はい、ただいま、どうしてるんですか。ちょっと走りが車高調整で、車高を上げてます。上げですか、はい、なるほど、5mm 上げ、はい、なるほど、これで動きが良くなればね。なんかフロントにちょっとね、荷重かかりすぎるってことで、それをね、かかりすぎない程度でね、5mm ね、上げるっていう作業です。そうかそうか、幸太郎先生、5mm 上げるとだいぶ変わるんですか。すげえ変わる。あ、やっぱり、うん、そうなんや。すげえ変わるっすよ。おお、ちょっと今ね、うん、まあ、ソックスでやっぱケツがちょっと浮き気味になっちゃって、うんうんうん、ちょっとこう、オーバースや強めだから、うん、あ、ちょっとブレーキをちょっと安定させたいかなみたいな。なるほどなるほど、うん、まあ、あとちょっとね、後ろのトラクション立ち上がりちょっとね、結構オーバースや強いんで、うんうんうん、まあ、ちょっとフロント上げて、なるほど、少しリア荷重になれば、おー、うん、もうちょいタイム出るんじゃないかなと。
はい、お疲れ様でした。今日のマゼのテスト無事終了しました。はい、幸太郎先生に、はい、お手本を見せてもらいながらですね、セットもね出してもらって、最終的にはノントラブルで走り終えました。はい、今回の、うん、車載をね見返してですね、しっかり勉強したいなというふうに思いました。はい、やっぱねすぐにね、はい、幸太郎先生と同じタイムは簡単じゃないですよね。はい、なのでそれをねじっくりね研究させていただいてですね、まあね次もしここで走るんであれば生かしたいなと思います。はい、でまあトータルで考えますと、この車とってもいいのかなって気がします。はい、まあ購入の方で考えようかなと、はい、思っちゃいました。うん、まあねどんどんねやること増えてくると思うんですけど、今の現状でこれだけ走れるっていうことは分かったんで、はい、その方向で行きたいと思います。皆さんね今後もお楽しみにしてほしいと思います。はい、まあね今回は、うん、こういう感じで以上となります。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。今後も頑張るよ。じゃあね、バイバイ。